岩縁の長老の際へ、牛尾食女は、中国の神話伝説であり、中国の民話の一つとされている。剣牛食女の伝説は、五漢以降の文献に見える。ワイナンコはじめま君に、食女の名が見え、ハンコ、サイトフには、左剣後しかも牛食女、肉もかの無害という。トーマツの漢学、年花きれいに引く五冠末の王、小風俗通一文には、食女は、 七夕の日に笠詐を橋として川を渡らなければならないと言っている。民の表を敬著、月涼講義、七月例の引く、針の隠芸、小説にはさらに詳しく記されており、加藤に住む天庭の娘である職女が、火星の剣五郎に嫁ぐことを許したが、嫁いだ後に旗織りをやめたことで天庭の怒りを買い、加藤に戻ることを強要、一年に一度だけ会うことを許した。 と記されている。牛尾食女の物語の中で有名なものに、狂撃などで演じられる、天が灰がある。天の川の東岸で暮らした食女は、人と神の連情を禁じた天の女帝である王母、上々の外孫娘。朝から晩まで、天妃を使い、天衣と呼ばれた運金を追っていた仕事をしていた。ある日、姉妹たちと共に、人間界の川の辺に降り来たりて水浴をした。 人間界の青年である、ウ牛郎が、飼い牛の助言によって、川の辺に水浴びをしていた天女の紫や桃色の、羽衣を盗み、その羽衣を着ていた天女が、ウ牛郎の妻になった。羽衣を失った職女が天界へ帰れないので、地上に残って、ウ牛郎の求婚を受け入れ、一人の男の子と一人の女の子を産んで幸福な生活を送っていた。しかし、 幸福な生活は長く続かず、このことを王母上々が知ると、天兵を使わして、天界の戒律に違反した職場を捉えて天に連れ帰る。剣牛郎が天に登る道もなく、彼の飼い牛より、私が死んだ後、私の皮で靴を作って、その靴を履けば、天界に登ることができるだと言われている。その後、飼い牛が死んだ。剣牛郎は飼い牛の言う通りにして、 牛の皮で作った靴を履き、子供たちを連れて天界に上り食女を探している。これに怒った王母上場が、剣牛郎は、自らのまた名婿を認めないとすると、容姿を隠した七人の天女のうちで食女を選んであう、ことを許した条件を出した。剣牛郎が、王母上場からの避難に困らせ、しかし、子供たちが母親を認めさせた。王母上場が食女で、 再び人間界に戻すことを反対されていたが、部下に命じて、食女を天狼に閉じ込めてしまう。剣牛郎が食女を追って、食女のところにたどり着くかという際、王母上々が頭につけた金冠を抜いて一振りすると、天の川に輝く大波が引き起こり、牛音と植女は両岸に分け隔てられている。後に王母上々によって、 毎年7月7日だけカササギが橋を架けて、県牛郎に橋を渡って植樹に会うことが許されていた。ありがとうございます。